ちょっとね、1時間しか絶対にできない。この後ね、ノイステもありますし、だからちょっと延長負荷なんですけど。ね、黒い服着るとさ、わかりやすいね。茶髪になりました。10時10分ぐらいまでかな。やめて、置き配にしたから。さすがにこの猫で出てきたらやばいでしょ。え、引かれちゃうよ。嬉しい。うん、かい、ありがとう。どこのラーメンか言うわけないじゃん。見バレする、見バレ。猫ちゃん配信。姿勢じゃないです。毎日食べたい。でも春日勢はかわいい。嬉しい。明日配信できない。明日の夜、じゃあ他の子がハロウィン配信してたとしてもよそ見しないでね。みんなによそ見されないために今日ハロウィン配信してる。恥ずかしいけど。他の子のルーム行って、うん、かわいいって、よそ見しないでね。よろしく頼んだ。の夜ノイステ行かない。そのまま混ぜてます、麺を。いただきます。はぁ、美味しそう。やばいやばい、高まってる。猫がラーメンを食べる配信です。やばい、美味しすぎる。どうしよう、困った困った。美味しすぎて、見て。500ml。
だってジャンキーすぎるかも。さや缶のコーラ大好き。うん、やばい、頑張れるね、ノイステ。だってさ、ノイステこの後あるし、SNS も更新して、偉いから、いいよね。うん、じゃあ普通のコーラが好き。くるみにもね、餌あげた、ご飯今食べてる。TikTok 見てありがとう。うん、ソルト生きがいありがとう。テレビの画面に映されてるの、ショールームでかすぎて恥ずかしい。大画面さややん。寝た。くるみはなんか騒がしかったりさ、なんか牛眠くなったり忙しいね。ペットのいる生活全然違う、本当に違う。くるみ最優先で生きてる。ラーメン、さや最優先で生きてる？嬉しい。うんうん、後で作る。メンマ好きで、メンマってなんでこんな美味しいんだろうね。え、メンマ好きなんだよね。やっぱ固い食べ物が好きみたい。うん、うん、わかる。細くて硬い麺がいっちゃん美味しい。誰かでも
メンマは好き嫌い分かれそう。うん、待って、カウンターチェア見つけた？ねえ、送ってほしいリンクを。リンクを送ってください。パクチーは苦手。茶髪好き？嬉しい。しか勝たん、ありがとう。コーラと顔比べるやつ、500ミリね。これをね、この以上のリハの時にね持ってたジュリーちゃんにびっくりされたから。コーラ大きいよ。500ミリリットル。ファンタの缶も好きだけど、あんまり見かけなくて、うん、500ミリのコーラ缶持って、さやちゃんのこんぐらいかって思ってみて。あおいちゃま、ありがくまさや、ありがとう。うん、え、いいね、ファンタの缶うらやましい。あるの、ファンタグレープ大好き。うん、なえちゃんタワーが最後に書く、いつも。待って、やばい、フルフルシェイクめっちゃ懐かしい。高校の時めっちゃ飲んでた。あのゼリーみたいな。ねえ、最近そういうの見かけない。めっちゃ好きだったんだけど、うん、ん、ん、小中学生。ああ、でも確かにそうかも。え、いつ？でも高校ぐらいまで飲んでた気がするけどな。そんなことない？もう寝ちゃうの？うん、またね。10時10分まで。
ねえ、また取り出しちゃったくるみちゃん。さっきさやがさ、中にしまったのに。ご飯食べたの？食べてないじゃん。食べきって。かわいすぎる。なんかクマちゃんみたい。やっぱダッフィーのくるみや。あれ、食べ始めた。ダッフィーと並べて撮りたい。くるみとダッフィーお座りさせて。もう絶対そっくりだもん。ちょっと白くなっちゃったけど、くるみの方が顔周りがめっちゃ白いんだよね。ちょっとホワイト系なんだよな、くるみさん。体とかはちょっと茶色いんだけどな。つるちゃんは嫌がる。服とかも着てくれない、あんまり。うんうん。昔のくるみはめっちゃ茶色かった。さやが出会った頃のつるちゃん。グミしたことあるっけ。今も可愛いんだけど、赤ちゃんの時も可愛い。やばいよね。あーかかかかか、可愛い。赤ちゃんすぎ。なんか本当に気づいたら白くなった。本当に同じワンちゃんなのってくらい。シャシャシャって感じ。かわいい。本当にちっちゃかった。本当にちっちゃかった。でもなんか遠征かなんかで1週間ぐらいいなくて、久々に会ったらなんか別犬になってた。あれみたいな。クリンってこんな大きくなったんだ。あれ白くなったって思って。成長速度がちょっと半端ない。シャー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 って感じ。本当に可愛いな、今も昔も。
そう、親バカです。でワンちゃんは本当にすごい変わるっていうから、初めて飼ってるから思考あれなんだけど、本当に でも今も 1.8 キロ。結構大人になったけど 1.8 キロ。2キロ超えたことない。 1.9 にもなったことない。結構そのさ、病院行くたびに測ってるけど、ちっこい。細い。待って、本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。グミ食べたい。でも今ない。君もご飯食べてる。えらい。最近おすすめのグミ？え、なんだろう。何が好き？逆にみんな。でもやっぱクモフワグミめっちゃ美味しいね。キラフワだ。間違えた。キラ。え、でもなんかクモグミみたいじゃない？それも好き。キラフワグミめっちゃ美味しい。クモグミあるよね、美味しい。チュルタン食べ終わりました。えらい。ちょっとリップ塗りたいんだけど、リップもう出かける準備さっきして、この後の椅子だから、いつも使ってるやつしまっちゃったんだよね。だからちょっと他のやつ。ペタブーに桃味なんてあるの？え、美味しそう。ねえ、なんでみんなさ、の椅子この格好で行くと思ってる？マジン、タワーありがとう。最近もうずっと藤子のリップしか使ってない。でもめっちゃくちゃリップは持ってるんだ、実は。とんでもないぐらい。なんかさ、これもまだ一部なんだけど、いっぱい入ってる。せーの、リップコレクション。なのでいつも同じのしか使ってない。赤っぽいの塗りたいな。このリップかわいい。なになに、チュルだ。ピンク、そう、フィグフィグとかロム&もめっちゃ使うの、ね、すごいね。
ダッフィーのお菓子缶の中にめっちゃリップ入れてる。これかな、赤っぽいの。サンローラン、イヴ・サンローランのやつ。ちょっと今鏡もなくて失礼します。うんうん、よき。レース、レース系の黒いし、黒好き。これそうつけて、このいいよね、レースの手袋。誕生日プレゼントって今からでも大丈夫？え、もちろんだよ、いつでも嬉しい。手袋かわいいよね。今年もみんなとハロウィンを感じられてよかったです。来た、いっぱいありがとう。55分ぐらいになったら書く。え、じゃあなんか歌おう。え、何がさハロウィンっぽい、ハロウィンっぽい曲ないよね。チョコメラとか歌う？逆に。ハロウィンない、好きな曲。でもなんかチョコメラっぽいよね、わかんないけど、なんかこの黒のレースの感じがわかんない、なんかチョコメラっぽい、さや的に。チョコメラにしよう。でも明日のさ、明日当日会えちゃうね。だって楽しみだよ。ハロウィンナイトめっちゃ聴いてた。てかセラさんのその総選挙のセンター曲めっちゃ大好きで、ハッシュタグ好きなんだも好きだし、ラブトリップも大好きだし、全部好きなんですよね。なんかさ、ハロウィンナイトでさ歌番組出演されるときに、なんかこうどんな仮装なんだろうとかいつも楽しみにしてた。ラブトリップドラマも見てて、そう、待って、本当に懐かしい、大好きです、いまだに。
ルタンがちょっと吠えちゃうかも。あった、これ手袋してると反応しづらくて。うん、なんか懐かしい。なんかライブとかで全然歌わないよね。5周年以来歌ってないの。踊り出すキイチン、一人歌ってる13日の夜、映画のような二人、もてなしてみやび、このガトーショコラ、溶かした涙は私の気持ち、怖がらないでね、死んでもヒロインでいたい。一緒に行くって約束したでしょ。鎖で飾り付け、リボンを縛ったら夢の中が石くらめん、目隠しをして秘密の味、とろけるまで愛してくるほど、何でも知ってるの、ピタゴ好きでしょ。刻んだかす恋にまみれて、君を思って作ってるチョコレートメランコリー。君も起きてますか、一人待ったら燃え明けのカラス、18時帰宅だね、それまで揺られてここで待っている。一口一口丁寧に食べて、くらりと来たならここから地獄の入り口。君とだったら私怖くないよ。忍んで待ち合わせ、焦がれて恋の花、私目ごと恋願う、分かっていても少し怖い、君のことを信じて乱れてる。切なさはエチュードの結末で QEM、 どこにいるか探しているの、君を見つけたこの瞬間、キサラギメランコリー。久々に言った こっち見て喜んで、そんな目で震えないでよ、安心して逃げたりしないわ、愛してる一生。これが真実だわ、よく君失うよ、ここで全て投げ尽くして、鎖で飾り付け、リボンを縛ったら夢の中が石くらめん、目隠しをして秘密の味、とろけるまで愛してくる。でも後ろ姿じゃもう満足できないの、追いかけ尽くしたエンディング、話したことない君のため、チョコレートメランコリパチパチパチ、ありがとうございます。久々に歌ったでも5周年コンサートの DVD とブルーレイをゲットしてくれたら入ってるからチョコベラ、いや、あの演出大好きでした。あのチョコメラのあの上のさ高いところで歌って、あの緊張したよ、1サビの時にさ、先頭もななかとこう先頭でさ、かっこよく歩いたりとかしちゃってさ、花道今ツーショット会も受け付けてるから多分よかったら会いに来てね。
ね、5周年コンのチョコメラすっごい歓声だったの覚えてる。ふわーってチョコメラのイントロが流れた瞬間、天使の後だっけ、そうめっちゃね、あのさ5周年コンのオープニングのめっちゃすごかったね。1曲目から天使はどこへなんてすごい。5周年後本当にこの間も言ったけど超思い出なんだよね。もう全部なんだけど5周年後すごい覚えてる。デートゼヨレクイエム、確かに。じゃあ今日デートゼヨレクイエムも歌う。ちょっとロックな感じでいこう。これね、オッケー。なんかぐるぐるしてる。あ、来た。うん。早寝早起き目覚めはフィーリング、だって明日は君とデートだもん。海で買い出しふわりワンピ、あとはバズりチーク、夜が来てザマツスタートナイ、一番可愛くなる塩分オフレディーゴー、シャワーしてやったってやっぱいたって問題なし、デート前夜のレクイエム、シャワーもっと変わってなんて自分勝手、君に本気君が好きよ、乗ってそってレディーゴー、レディーゴー。おさゆたっぷり私はアリバー、だって本日君とデートだの、カフェ待ち合わせフラペ飲んで、あとは君任せ、可愛いって You just notice な沼落ち寸前ってこと、大好きI need you、 そりゃ晴れた空がいい他じゃもったいない、これが私のトリビュート、そらほんとシャラップバナカンタアーレ、君も本気君とならばどなたて言う言う、お別れのキスはいかが、君が決めて今日の結末を、私のこの気持ち全部全部飲み干してよ、ほら会いたいだって甘い愛で満たして早く君に歌ったレクイエム、再セリフちょうだいならば歌いたい、あたし本気それじゃ足りない、シャワーしてやったってやっぱいたって問題なし、デート前夜のレクイエム、シャワーもっと変わってなんて自分勝手、君に本気君が好きよ、乗ってそってレディーゴー、レディーゴー。イエーイ、ありがとうございます。今日のカラオケは終わりかな。
デート前夜じゃんね。明日来てくれる方は。だって明日は君とデートだもん。ありがとうございます。なんか2曲ともさ、久しぶりに歌った。カレンたそ結婚しないよ、しないにゃん。猫ちゃんかわいい、ありがとう、嬉しい、嬉しいにゃん。わかるよ、せいだってチョコメラライブで歌いたい。君とだったら私怖くないよ。明日ね、何歌うんでしょうか。なんだろうね。知ってるくせに何を歌うんだろうね、さえも知らない。とうやしかかたん、ありがとう。タワー書きます。待って、リオちゃんめちゃ可愛い、嬉しい、ありがとう。これさ、いけるのかな、これをさやりながら。うん、モカちゃん嬉しい、ありがとう。なにこれ、ハッピーハロウィン、やったー。ひまちんタワーありがとう。ちょっともうタワー締め切るから。時間がね、今日はね、延長できませんので。かね、もう一回なんか歌えるかもしれない、別の歌が。13分ぐらいまで配信するから。夏か夏か夏が来たから、頑張って書きます。あ、難しいかも。あ、いけるいける。ひまちん、ありがとう、ありがとう。まだよ、本当にたくさん会えて嬉しい。最近本当にひまちん、ずっとせいのこと好きになってくれてから結構経つと思うんだけど、これからも離れないでね、約束だよ、ありがとう、ありがとう。ちょっとこのペンを持ちスタイルになりますが、うん、しまって。ゆずポン酢ありがとう。ゆずパンツありがとう、ありがとうだよ。会えて嬉しいよ、本当に。なんかすごいさ、本当にさやと一緒の時間を過ごしてくれてありがとう。なになに、クリニック1000円初さ、やったー。うん、ちゃむくんも会えて嬉しかった。じゃあヘッダーにしてね、ありがとう。そしてレン、ありがとう。なになに、暴れ始めたね。ねえ、ありがとう、ありがとうだよ。ん、たくさんありがとう。こちらこそ SNS 更新ショールームいっぱいしてくれてありがとう。ね、ほんとに結構頑張っちゃったな。でもさ、その一緒に過ごしてくれる時間の中にいつもね、いっぱい一緒にいてくれてすっごい嬉しかった。レンがこれからも一緒です、約束、ありがとう、ありがとう。さや一生愛宣言、嬉しいな。録音録音、ずっと大好き、嬉しい。さやもわー、チルタンボクシングみたいな。くるみありがとう、ゆきちゃん。
あゆありがとう、あゆ。ボクシングしてる。あゆありがとう、ありがとうだよ。対面でもだし、オンラインでもだし、すごい一緒に会いに来てくれて、一緒に時間過ごせて嬉しかった。ありがとう。充実した1ヶ月だって、ありがとう。こちらこそだよ、ありがとう。これからもよろしくね。ピシャミ出た。半袖だもんね。ちょっと寒いのかも。じゅんさん、ありがとう。あ、ペンが、ペンが、ペンが。暖房つけてない。節約。今の季節はつけない。じゃん、十歳、ありがとう。いっぱいありがとうね。とりあえず明日だ。楽しみにしてるね。ありがとう。ニコちゃん、ツイッターにしてもらわなきゃ。もう決まった、今。そして、最後かな？ごめんね、勝手に締め切っちゃって。葵ちゃま。見えるかな、見えてるかな。いっぱいいっぱい可愛いとか褒めてくれたり、さやのことを好きでいてくれてありがとう。もういろんな形で葵ちゃまの愛が伝わってて、さやすっごい幸せだよ。これからも一緒にいようね。ありがとう、ありがとう、みんなありがとうございました。にっこりさやや。なになに、なんかめっちゃみんなにさ、チーの X 見た方がいいみたいな。いや、可愛いのは分かってる。お菓子ちょうだいよー。チーもハロウィン投稿今日してた。あー、可愛い、可愛い。これいつ、可愛い、大人っぽい。え、一緒じゃん、ありがとね。ファンだよ、かわいい。どうしたらいい。どう、似てる。やったやった。待って、どうやってやってんのこれ。光っちゃう。かわいい。待って、 TikTok 投稿したよって今ポストする。えい、茶髪。TikTok 見た？あ、じゃあごめんなさい、嬉しい。保存とか、こう、
あのいいねもしてね。なんかさ、さ本当かわかんないんだけどさ、インスタとか TikTok ってさ保存するとおすすめに流れやすいみたいな。本当？でもなんかよく聞く、そうやって。そうだよね。じゃあみんなに保存してもらわなきゃ。やっぱそうなんだ。ありがとう、保存してくれて。ポチ出るとこ全部押してる。ありがとう。なんかもう一曲ぐらい歌えそう。何歌おうかな。再投稿もしてるね、ありがとう。チュルタン元気すぎる。一曲歌えないか、一番とか弱っちゃうかも。やっぱあれじゃない、ちょっと待って、久々に歌うソングだから今日。え、待って、これにしよう急に変える、なんかちょっとぽいから。一番だけかも。チュルちゃん、ワルキー歌う、ワルキー筋肉を触らせてよ、どんな感じなのか興味あるのよ、男の子って不思議だね。ヤキーです。今日のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった、だからちょっと頭を絞ってハートをついてみた。甘いため息ひとつちらりと見ておねだりするのさやき。筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ、どんな感じワクワクしてるわ、上腕二頭筋ってセクシーだね、これも持って、ありがとうイエーイ。アクセスゲットしてくれてありがとう、さやきのね、ほんとにめっちゃ、もう3年ぐらい前だけどさ、いまだにさ、こうさやき好きって言ってくれたり、さやき見たことないから見たいって言ってくれたり、嬉しいです。さやもすごい何年経っても思い出なので、衣装まで作っていただいてね、だから嬉しいまた歌おう。じゃあスクショタイムね、焼きだよね。12月届くんでしょ、下旬。クリスマスプレゼントだよ、ありがとう。なんかさ、近づくと見えなくて、猫がそう。
ふわふわ。この後ノイスでよかったら聞いてほしいです。夜更かし一緒に頑張ろうね。もうラーメン食べてコーラ飲んで眠くなっちゃいそうだけど頑張るから、みんなももしよかったら無理しない程度にだけどリアタイしてくれると嬉しいなって思います。うんうん、だとオンラインイベント受付中なので、オンラインイベント来てくれたら嬉しいです。ちょっと11月逃すともう話せるのが一個も決まってないから、ちょっと年内最後になっちゃう気がしてて、そうだから11月のあと2つの日程のオンラインイベントもよかったら待ってます。お話し会応募してよ、ありがとう。今作ラストの可能性しかないけどね。うん。多分ね、わかんないけど。あとは対面ツーショット会。ブルーレイの。3周年間のブルーレイ、チョコメラも入ってます。のやつも受付中、それも。よかったら待ってる、ツーショット撮ろうねかな。あとは今は急に宣伝始め、沖縄の立ち見席の追加販売と、あとノイステ文化祭の2次受付も始まってます。待ってます。明日はサンリオです。可愛い髪型します。ではランキングへ。13位猫ちゃん、12位モカちゃん、11位リオ、10位ユウちゃん、9位ヒロシ、8位リオピ、7位トウヤ、6位アユ、5位レン、4位ユズポンズ、3位ヒマチン、2位葵ちゃま、そして1位13位。ありがとう、ありがとう、みんなありがとう、ありがとうね。うん。明日もね、いっぱいさや好きアピール待ってるから探すね。SNS も投稿したから見てね。ではでは、ありがとう、見てくれてありがとう。ちょっと前日にはなっちゃったけど、猫ちゃん投稿とか猫ちゃん配信できてよかったです。いっぱいありがとう。また明日お昼に配信するはず。うん。ではでは、またね。ノイステよろしくお願いします。おやすみ。おやすみじゃないけどね。